今回は百巻に隠されていたジンの最後に関する衝撃的な描写を紹介していきます。百巻のネタバレもあるので注意してくださいね。1994年に第1巻が発売され、ついに100巻到達となった名探偵コナン。まだ全然終わりが見えない状態だけど、組織のナンバー2ラムの正体も判明し、少しずつ終わりに近づいているかなと思います。大台の100巻ってこともあって、いろんな企画が発表され、警察学校編、ゼロのティータイム、犯人の半沢さんなど、スピンオフ作品のアニメ化も控えるなど、楽しみな展開もたくさん待っている状況です。そんな中、この百巻のある部分に注目すると、ジンが亡くなってしまうこと、さらにはジンは赤井さんによってやられてしまうのではってことを暗示させる意味深な描写を発見。一体どんな内容なのか順番に紹介していきましょう。この前ホピは百巻の鍵穴イラストに関する天才的な考察を紹介しました。今回ジンが赤井さんに消されるって内容もこの考察が元になっています。ホピの名推理をまだ見ていないって人はぜひ見てもらえたらと思うけど、まずはどんな考察だったのか簡単に紹介しますね。毎回単行本の裏表紙に描かれている鍵穴イラストには主要キャラのほとんどが登場しています。でも過去の青山先生の発言から、主要人物の何人かはあえて登場させていないことが分かっていて、記念すべき100巻は誰になるのか注目を集めていました。そんな中、発売された100巻の鍵穴イラストはかなりの大物キャラであるジンが登場。ジンの顔がアップで映る、ゾッとする感じのイラストでしたね。このジンのイラストを見てホピが注目したのは目が赤いこと。普段のジンだと瞳の色はシルバーっぽく描かれることがほとんど。でも100巻の鍵穴イラストではなぜか瞳が赤っぽく描かれていたのです。妙だなって感じがしますよね。その謎を徹底調査したホピは、目が赤いことはカクテルのレッドアイにつながるのではって説にたどり着きます。レッドアイはビールをトマトジュースで割ったお酒、レッドアイはアルコールを分解するトマトジュースを使った酔いを覚ますためのカクテルだとする衝撃の事実も分かり、お酒にちなんだ名前が付けられる黒の組織の終焉も近いのではって考察にたどり着いたのです。詳しくは前の動画を見てもらうとして、簡単にまとめるとこんな感じの考察でした。ではどうしてジンの目が赤いことがジンは赤井さんによって消されることと結びつくのか、そのヒントになる項目はトマトジュースを使ったカクテル、コミックス32巻での赤井さんの発言、この2つです。順番に紹介していきましょう。先ほど紹介した動画のコメント欄にある名探偵さんからこんなコメントがありました。それは、トマトジュースを使ったカクテルはすでに亡くなった人物のお酒の名前が使われているんじゃないですかってコメント。ホピの一番弟子にスカウトしたいくらいの素晴らしい推理ですよね。そこからホピは独自の調査を開始。トマトジュースを使った主なカクテルには次のようなものがあります。ジンを使ったブラッディサム、ボッカを使ったブラッディメアリー、テキーラを使ったストローハット、スコッチを使ったバノックバーン、アクアビットを使ったデニッシュメアリー。ベースになっているお酒を見ていくと、テキーラは爆発事故で亡くなり、アムロさんと一緒にスパイとして潜入していたスコッチは自ら命を絶っています。またアクアビットは映画にだけ登場したスパイで、彼もスパイだとバレたことで組織に消されてしまいました。となると残るのはなんとジンとウォッカのラブラブコンビだけ。このようにトマトジュースが使われるカクテルにはすでに亡くなったコードネームばかり使われているのです。この法則を元にするとジンもこの先亡くなってしまうと考えられないでしょうか。このようにトマトジュースを使ったカクテルの法則からジンが亡くなることが考えられます。ではどうしてジンの死に赤井さんが関係してくるのか。ジンが自ら命を絶つこともありえそうだし、数々のポンコツな行動がバレてボスにボコボコのギタギタにされて消される展開も十分にありえそうですよね。赤井さんがジンをやっつけると思われるのは20年前に発売されたコミックス32巻に遡ります。赤井さんの初登場は3つ前のコミックス29巻、謎めいた乗客の時、爆弾が仕掛けられたバスに乗った愛ちゃんをコナンが間一髪で救い出すめちゃくちゃかっこいい名シーンでおなじみの回ですね。そこからの赤井さんはしばらく謎の人物として登場し、組織のメンバーっぽくミスリードさせる描写も多くありました。そんな中、注目の一言が登場するのは32巻で上司のジェームズ・ブラックが事件に巻き込まれた時です。
事件に巻き込まれたジェームズを連れ戻している最中、赤井さんは黒の組織を恋人に例えた上でこんな発言をしています。後悔させてやりますよ、私を振ったことを。血の涙でね。この血の涙の言葉、あることにつながってきそうじゃないでしょうか。それは鍵穴イラストで登場したジンの赤い目、さらにはジンをトマトジュースで割ったカクテルの名前はブラッディサムで、血を意味する単語も含まれているのです。このように鍵穴イラストでジンの目が赤いことは、赤江さんがかつて言っていた血の涙の発言につながり、ジンは赤江さんによって消されることになるのではと思えるのです。またこれまでにジンは赤井さんを組織を崩壊させる存在、シルバーブレッドとして恐れる様子が何度も登場していました。赤井さんもジンのことを恋人と表現してライバル同士だと考えています。このようなライバル関係からも赤井さんがジンを狙撃して消し去る展開は十分に考えられるでしょう。では赤井さんはどんな場面でジンを消し去ることになるのか、ここからはホピの妄想になるけど、アイちゃんをめぐって戦うことになると考えます。ジンは髪の毛一本でシェリーのものだと判別できるほど大大大好き。でもシェリーは組織から逃走することになり、ジンはかなりの恨みを抱えています。ジンは逃げ出したシェリーに腹を立て、何が何でも消し去ろうと必死になって探していたほどです。一方の赤井さんはアイちゃんを守っている立場、恋人だったアイちゃんのお姉さん宮野明美に対する思いもあって、アイちゃんを何が何でも守り抜こうとしています。となるとどうなるのか、ジンはアイちゃんの正体がシェリーだと見抜いて追い詰めます。するとそこに赤井さんが登場。赤井さんはジンに向かって天才的な狙撃をし、アイちゃんを間一髪のところで助けるのではないでしょうか。アイちゃんはまだ素顔の赤井さんには会っていないけど、この時に初めて顔を合わせ守ってくれたことで恋に落ちる展開になったら、とっても素敵な結末になるかもしれませんね。今回は単行本の100巻のイラストからジンが亡くなること、さらにはジンは赤井さんによって消されるのではとする考察を紹介してきました。今回ホピが推理した内容が本当に青山先生のヒントだとしたら、青山先生もまさかここまでとはなとびっくりすること間違いなしですね。これからも怪しい伏線はないか世界中の危険な組織に潜入を続けていこうと思います。他にも独自の考察をする名探偵さんがいたら、ぜひコメントで教えてくださいね。